こんにちは、つつのこです。さあ今日はポケトレの更新日やっていくぞ。マックスレベルアップもらいましたね。今日はカプブルルが登場してるのと、ランキングステージにメガヘルガー、そしてアブリボン、グソクムシャ、アローラキューコン、エネコロロ、プルリル、あ、エネコロロが新規ポケモンですかね。ウィンクのシワができててちょっと可愛いね。何でいこうかな。リレーラッシュ、弾き出すでもいいかもね。弾き出す、格闘、総攻撃、格闘固め、一枠分け、弾き出す、コンボでもいいし、あ、お金系か。コンボでもいいし弾き出すでもいい。どうでしょう。あ、もうすでにいますね。じゃあ弾き出す一枠開けなくてもよかったかも。体力はそこそこあるな。今の弾き出すでこのぐらいってことは。あ、これは枠開けなくて本当に良かったですね。いらない。一枠開けじゃなくて弾き出すで十分だ。もう一回やるとしたら4枠でいきたいと思います。捕まらなかったらね。14からの 42%。 これ一旦やめてもう一度やりましょうか。リレーラッシュかなんかいたっけ。あ、リレーラッシュ要因でルチャブルを入れましょう。これで4マッチできるところを狙っていくみたいな感じでどうだろう。うん、弾き出して4マッチが狙えるところを狙っていく。あー、リレーラッシュでいいか。リレーラッシュしてもう一度リレーラッシュ。よし、でかい弾き出す。 OK、 いいですね。さあ、さっきより多分早いはず。 54%。 捕まれ、来い。よし、いいバランスだ。攻撃力50の弾き出すですね。レベル10上げれる。なるほど。それじゃあ、スーパー1日ワンちゃんにプルリル。あ、プルリルはプルリル入れるんじゃなかったっけ。ちょっと入れてやってみましょう。確か入れる系じゃなかったっけ。さてさて、うん、ね、入れる系だけれども、危ない。あー、あー、耐えた。耐えた。ありがてえ。あぶねえ。300コインもゲットだし、初クリアコインももらえるんじゃないかな。ただ、ドロップの方は当たりではなかったですね。500。はい、ライフ2つゲットです。さあ、EV ガチャをやるか。さあ、今日の EV 何個かな。2個以上でお願いします。本当、2個以上あると嬉しいよね。あ、間違えた。普通に間違えたわ。よし、来た。ドン。うん、いつもの僕だ。さーて、あとどうしようかな。トルネロス、アップダウン、トルネロスですね。僕4まで上げてるな。アップダウン、アップダウンがいい時期があったんだよね。4まで上げる必要はもう全然なし。別に上げなくても大丈夫でしょう。アローラキューコンとかはあると、あり、スキルレベル5あるとすごくいいと思うけど、結構使うからね。僕はあともうちょっとなんで、これはちょっとやっていこうか。そう、このパーティーで行っちゃいますね。あ、ハート2個。あ、じゃあ15分無料とか使った方がいいかも。ここで何が一番簡単かな。ブロックにする。リレーラッシュであのぐらい。粉砕がいらないかな。リレーラッシュ
リレーラッシュ固めでも悪くないかもしれないね。徐々に上がっていくんで、リレーラッシュは。ただもうこれで使えなくなってしまわれた。あ、普通やべえな、これ。大丈夫か。最後の最後で勝てないっていうのは嫌だよね。2使っといて。今、リレーラッシュが結構連続で成功してこんな感じなので、もう1体リレーラッシュとかいると楽かも。よし。これちょっと15分無料使って頑張るか。せっかくなんで。あとは、グソクムシャ。同じポケモンがランダムで2匹で消える。攻撃力は高いけどね、レベル20、30まで上げれるんで。そんなに魅力的じゃないかな。アブリボンも、あんまり僕的にはイメージ的に良くない。カプブルルはめちゃくちゃいいんだけど、タイプレスコンボだしね。難しいんだよな。これ周回に向いてるようなポケモンじゃないからな。難しさ4だしね。やっぱ周回するってなるとノーアイテムで周回しなきゃいけないから、結構ね、勝ち負けに左右されるのは結構厳しいですよ。ランキングもやんなきゃいけない。ちょっとランキングいきましょうか。先にお邪魔ガードとパワーアップのみ。あ、メガスターともパズポケマイナス1もなしだね。よし。あ、19だから結構長めですね。まずブロックがあるっていう時点で原始海王ガが使えそうだけど、で弾き出せない、岩弾き、あ、でブロックもある、ブロック弾き、これは途中から落ちてくるタイプかな。途中で落ちなくなるタイプだっけ。なんかあったような気がするね。はい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 、なるほど。どうしようかな。タイプレス系があった方がいいよね、きっとね。ダメージ減にならないもんな、多分。あらここであらあら出てきちゃうの。あらららら、ら結構出てくるね。ヘルガーまで出てくる。なんかザブトリオばっかり出てくるのは気のせい。ただの気のせいか。結構ノーアイテムでもスコア取れましたね。これ最初のでもブロック王者も結構厳しくない、あれ。なんか対策、お邪魔ガードを、お邪魔ガードするほどお邪魔来てたっけ。はい、69275。これでどうだ。お、181位だよ。ノーアイテムで。ちょっと考えてみましょう、パーティー。はい、ちょっとね、いろいろ考えてこのパーティーでいこうかなと思います。バクーダにしたのは、まあ、抜群取れるのと、あと最初にね、やっぱ、壊せないブロックが結構早めに降ってくるので、早めにメガ進化しなきゃいけないで、メガリザードン X とバクーダってちょっと悩んだんですけど、まあ抜群取れるこっちでいいんじゃないかな。そんなに速さは気にならないんじゃないかなと。で、原始海王ガは、スキルレベル5、これはもう必須でしょうね。壊せるブロックが結構配置されてるので、まあ、それを一掃する目的で、まあ4マッチ以上でなるべく使っていくみたいな感じで、僕は、ニョロボンニョロボンが、ビッグウェーブがスキルレベル4なので、まあ、水固めをしたらそこそこタイプレスコンボよりいいダメージが入るんじゃないかなということで、ニョロボン。ここら辺、タイプレスコンボの抜群取れる、カプレヒレかな、もし育ててたらそっちの方がいいでしょうね、きっとね。どのポケモンにも倍率かかるんで。で、結構お邪魔でね、ダダッと自分の持ってるポケモン出してくるんで、まあ、他のポケモンがいいのがいないっていうのが
一番なんですけど、まあ、完全体の絆の力をお借りしますの月光がと、水タイプね。もうこれ使う時点で水タイプで固めなきゃいけないので、まあ、他には海洋画がいるんですけど、海洋画の岩弾きがスキルレベル3なので、それだったらもうね、こっちにもうお任せしてっていう感じで、これでちょっとフルアイテム行ってみたいかなと思います。お邪魔ガードとパワーアップ使っていきましょう。さあもう一発でちょっといい感じになってほしいね。まずはそうですね、岩を弾いていきたいんだけれども、はい、まずは運ゲーに失敗していく。よし、オッケー。で、バクーダを今度はたくさん揃えていきたいんだが、絆の力をお借りしてもできませんでした。絆の力ありませんでした僕には。よし、でメガ進化が完了で、壊せないブロックをなんとか綺麗にしていく。あとは今の段階ではいろいろとできないので、そうか、無理か。本当はニョロボンとか揃えながらバクーダを揃えていきたいんだけど、それはちょっと今のところよろしくない感じなので、まあこういう感じでいくか。でもう一段揃って、壊せないブロックをまずは消していく。まあこうですかね。絆の力にかけたけど無理。さてここはよしで、いい感じに、あ、何してんだ、進め進めニョロボンは揃わない。絆の力ぐらいだけど、絆の力もいい感じにいかないね。これはここはさすがに綺麗にしとくか。ニョロボン、あー残念。はいはい、いけ。ニョロボンからの綺麗なコンボを続けたいんですが、あんまり良くないね。はい、4マッチでダメ。ビッグウェブ4マッチダメなの。なんとまあ、くー厳しいぜ。いけ。これも倍率乗ってたらいいんだけどな、倍率乗ってねえからな。ほい、あーもう、えい、あーダメか。なんかことごとく失敗してる感じだけど、ヨロボンってそんな発動率悪かったっけ。またユウくんが教えてくれたりしてるかな。スキルレベル4で4マッチで 100% じゃないんだね。僕なんか間違えてんなこれ。その代わりあれか、倍率が高いみたいな感じなのかな。4マッチで発動しないっていうのはきついね。これはこっち行っちゃおう。はい、やべえなこれ。いけ、続け、くそー、えい、頑張れ。むむむ、4マッチでいかないのきついな。マジか、これ全然多分スコア上がってないな、これ。この感じ。スコアが悪すぎるな、多分。アイテム使ってこれだもんね。さっきより悪いじゃん、だって。
パワーアップ使って5万って。ニョロボン頼むぜ。やっぱ倍率乗せた方がいいね。タイプレスコンボが等倍だけど、タイプレスを乗せつつ、メガディザードンに変えちゃうか。爆弾の倍率を外し、早めのメガ進化。これでちょっとやってみよう。タイプレス、乗せて、はい、よし。で、メガ進化が早い。いけ。これで。タイプレスコンボは失敗。こうして、コンボが続かないね。頑張れ、いいぞ。そこでやっぱ上げるっていうのが一番いいんだろうね。もう倍率が乗ってたら美味しかったけど。はい、よし。これは上はもう関係ないので、いやーいやー、こうされるとちょっと嫌だよね。ほい、はいはい、なかなか厳しいぜ、これは。頑張れ。ここ伸びろ。伸びポイント。いけ！ビッグウェーブ！ビッグウェーブ！あ、ちょっと最後ね、動画切れちゃったんですが、146,980。多分、あんまりいいポイントじゃないだろうな。ただ、前よりも良かったですね。やっぱり、二段構えの方がいいですね。こういう倍率系。コンボ続くのを願うみたいな感じなので、まあ、リザードも悪くなかったよね。早かったし。ラスト行きましょうか。本当は20万。せめて20万前半ぐらいは行きたいとこなんだけど、行きましょう。まずは勝負、行け。あー、行かなかった。こうしてメガ進化を終わらせ、はい、ドドン。ここ揃ってほしかったですね。はい、いや、ここはもう一段2回揃えて、はいはい。もう一度揃えて、はい、はい。よしよしよし。悪くない悪くない。今倍率かかってましたね。よし！いいぞ。いいけど、そんなにコンボはしないと見た。うん。まあ、ラストも、タイプレス乗せて、下段から攻めて、終わっちゃった。15万だね。きつい。やっぱりこれカップシリーズの抜群取れるタイプレスコンボがいたら違うと思うんだけど、もっとね上目指せるんでしょうけど、まあ僕はちょっとここでねアイテムをどん乗せするのはちょっといいかなっていうことで、行こう行こうゴーゴー行こう行こうの点数で僕は終わりにしようかなと思います。で、ちょっとコイン集めてね、また UX 進めたり、そうだな、アローラ急行の15分無料のやつやったり。って感じでしょうね。1個1個 GO!GO! が僕の点数ですから。
アローラ球根ちょっとスキルレベル5にしたいですな。15分無料をこれに使うみたいな感じですかね。ちょっと15分無料は時間的に余裕がないので、こんな感じでいいんじゃないかな。仕留められなかった最後の力、普通はリレーラッシュみたいな感じでここで行くのがいいんじゃないかな。もう一回だけ言っときましょう。はいはい、こんな感じでリレーラッシュを決めまくる。はい、あー凍らされた、やべえなこれ。まあでも大丈夫でしょうね。リレーラッシュとかが育ったらまあまず負けないんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでまあ周回するのがいいんじゃないかな。もしかしたらメガ進化枠もいらないかもしれないね。その分の時間がもったいないから、それでスキルレベル5になんとかしていきたいかなといった感じです。弾き出すのね、ウィンクエネコロロなんて、あーでもノーマルなんか、ノーマル弾きだったらちょっと抜群ないからまずいらないっすね、やらないね。ということで、ちょっとね途中録画ミスありましたが、よかったらまた次回も見てください。それじゃあ土の子でした。